どうもこんにちは。新聞の折り込みにこういったね、あの人材募集のポストマンっていうのが入ってましたんで、ちょっと見てみたんですけども、これね、ヘルパーさん60歳以上の方も活躍されてますってことなんで、当然50代60代でも歓迎の職場ってことだと思います。年齢不問って書いてますよね。で、時給が1300円から1600円って結構良くないですか。例えば1300円で働かせていただいて、10時間働いてどのぐらいになるかっていうと1万3000円でしょ。で、5時間働いても6500円なわけですよ、ね。そういうふうに考えると、作業内容、もしね、ご存知の方、つまり経験者の方でしたら、結構いい仕事ができるんじゃないかなと思います。広島県シルバー福祉生活協同組合ということで、まあ、とってもいいなと思いますよね。まあ、それから、理容師さん、床屋さんですよね。床屋さんができる方は25万円から、チェーン店で働けるということでございます。で、あとね、私が思ったのがね、そうだな、こちらですね。警備員のお仕事。ここも、シニア応援ってことなんで、50代、60代は全然 OK ということでございます。日当8500円ですから、そんなに安くこき使われるわけではないと思いますよ。朝8時から夕方5時まで。で、休憩が1時間あります。まあ、休憩はね、1時間バッチリ取れないかもしれませんけども、30分とかお昼ご飯を食べることぐらいはできると思いますので、そんなに悪い仕事ではないと思います。私も警備員はね、結構やらせてもらいましたけども、なんか私には合ってる仕事だなと思いましたね。まあ、ヘルパーもそうですけども。で、もう一つが、朝10時から夕方7時までの、ちょっと2時間ほどね、後ろにずらした仕事ですけども、早起きの苦手な方はこちらの方でもいいんじゃないかなと思いますね。これもなかなかいいなと思うんですよね。で、こっち、常駐警備なんですけども、これはね、朝7時から夜21時30分なんで、結構きついと思います。ただし、月に12日程度ということなんで、2日に1回以下の出勤ですね。で、1回の出勤が長いってことですけども、1日1万3825円いただけるということで、この常駐警備ありがたいんじゃないですか。毎日毎日同じところに行くと思いますんで、多分ね、同じところに行くんでしょうね。ショッピングセンターとか、なんか、その、施設に。で、直行直帰可能なんで、事務所に寄る必要はありませんから、まあ、直接、その、ショッピングセンターなり施設の方に行って、そこでね、伝票書いてもらって帰ってくるって形なんで、すごくやりやすいと思います。警備福山下。株式会社警備福山下ってことですか。ここも結構いいと思いますね。で、横の方に行きますと、2024年問題。トラックドライバーさんが足りてないでしょ。で、日照運輸さんって有限会社、結構ここはすごい会社だと思います。はい。まあ今まで紹介したところもすごい会社だと思いますけども、ここは点呼スタッフドライバー。点呼スタッフってのはよくわかりませんけども、急募って書いてあるでしょ。やっぱドライバーさんってね、足りないんですよ。で、安定して働ける職場環境ですってことで、これは嘘はないと思います。トラックドライバーさんっていうのは、正確にきちんきちんと仕事をすることが求められてますんで、会社の方からね、2点3点するような、なんかその、まあ、もちろん、あれですよ、臨機応変はありますよ。臨機応変にはもうね、対応していきましょう。50代とか60代になったんだったら、もうね、まあ、細かいことを言わずに、まあ、自分の力量を見せていきましょうってことです。で、勤務なんですけども、17時半から深夜2時半までですね。夜ですね。深夜の時間帯です。面接により給与優遇しますってことなんで、いい面接してくださいってことかもしれませんね。それから深夜2時半から朝8時半までのお仕事もあると。夜間、早朝、点呼スタッフ。これちょっとよくわかんないですね。点呼スタッフってのはどういうものなのか。で、こちらの方がドライバーさんですね。4トン車、冷凍車。大型平ボディ車ドライバー、給与優遇しますって書いてます。本当、人が足りないんだと思います。ただ、優遇って言っても、既存の社員以上にいきなりもらえることはありませんので、やっぱり一生懸命ね、先輩方、年下であっても先輩方に頭を下げて、へりくだった気持ちで、丁寧にやることが求められてると思います。で、これ、ありがたいのがね、寮完備って書いてあるでしょ。だから、住まいがない方もすぐ飛び込めるっていう形なんですよ。で、転勤もありませんから、同じところでずっと、すぐ仕事も慣れるってことです。未経験も OK ですから、運転しばらく離れてました、みたいな人も大丈夫と。で、免許取得、制度ありってことですから、大型のね、大型っていうか、こう、4トンとかね、なんか新しい免許がいると思うんですけど、そちらの方で免許も取らせてくれるかもしれませんので、そこら辺も、相談していただければと思います。すごくね、田舎ながらにいい仕事って結構ありますよ。ちょっと見ただけでも3点すごく目立つのがありましたんでね。
ここで紹介させてもらいましたけども、そんなにね、不況というか捨てたもんじゃないかなと。やっぱりね、まあ、40代とか50代とか、一部60代って求められてるんですよ。みんな真面目ですからね。で、特にロスジェネ世代40代、50代って、すごく悔しい思いをして、20代とか30代を過ごしてますから、きちんとね、責任と立場が与えられたらみんなちゃんとやるんですよ。弱音吐かずにね。何度も何度も悔しい思いして、50代までなった人ばかりですから、すごくポテンシャルはあると思います。ということです。また紹介します。